ラジオネーム江戸前かるた。園田の地元では大戸屋に2人で入り、お互いチキン母さんにを注文することでプロポーズが成立しました。ニューヨーク、成立しまくっちゃって、たまたまみんなあれ頼むんだ。全員あれ頼むんだから、大戸屋は。その後話できないくらい熱いけどな、あれ。マジそうだ。成立するんだもんね。あんな熱いもんね。プロポーズ成立しちゃうね。プロポーズしちゃいますよ、じゃなくて。へえ。気をつけなきゃいけないんだけど。どっちかだったらいいや、もう。処理させに行くな。やめなきゃいけない。やめなきゃいけない。いや、普通に食べれない。どっちか魚とかにしとかないと。あれ以外頼むのむずいんだよ。最終的にあれに行くかな。みんなプロポーズしちゃう。カッコつけてクローズアンとかにしちゃう、たまに。カッコつけなの、クローズアンって。美味しいけど。クローズアンって中華じゃないの、もう。ああ、でもなんか、なんか人気メニューではある。あ、そうなイメージあるから。俺マジで一個もして、あ、爆弾丼しか知らない、もう。あるね。あれよ、あれよ。あれもうまいけどね。男は黙って大戸屋ランチよ。そう。大戸屋ランチ？大戸屋ランチよ。知らなかったんですよ。え、大戸屋ランチって唐揚げとかだ。かぼちゃコロッケと。はいはいはい。かぼちゃと唐揚げがそんな食えない。唐揚げしないときはそうです。痛くないよ、痛い。レゴ食べねえよ、決めた。かぼちゃと出会ってきた。かぼちゃじゃない、唐揚げ、唐揚げ。唐揚げ、唐揚げ痛いじゃん、コロッケ。怖い。安いからしかつつないから。なんだとは。園田の地元では、成人式のいい例として毎年ニュースになります。やんないでしょ。北九州やって一方園田の地元もう、もうなんかね、市長の話でボロボロ見たことない。見たことないぞ。20歳としての自覚を。うわー、すごい。早まれで19だからお酒飲みませんってみんなちゃんと言って。もちろん、それはもちろん、それはもちろん、もちろん。まあ俺4月生まれだからみんな。そうだね、もちろん、もちろんだよ。正式行ったんだっけ。行った、行った、一応行ったか。行った。なんか最後まで聞くもんだと思ってたんだけど、なんか別にみんな帰ってた。いや、そうでしょ、別に。あ、そうなの。最後なかったからさ、うち成人式がコロナ。あ、つまりだけみたいな。ないんだ。マジで。じゃあ、着て、振り袖着て歩くだけ。あ、みんなでちょっと集まるみたいな。集まる場所もないから。あ、そうか、用意されてないから。歩くだけ。街に集まる場所。川下振り袖用意しますって逃げられなかった。いや、晴れの日な。晴れの日だ。晴れの日はやっぱ旅行だ。素晴らしいから。西野さんが動かなかった、その事件を。やってたけど、リベンジ成人式やったけど。かわいそすぎてさ。本当だよ。オリンピックのロゴマーク、僕ならこうしますってやってなかった。どんどんやる。それはないっすよ、西野さん。いや、もう怒涛のお仕事ラッシュで。はい、年末っぽいです。いや、全員忙しいね、最近ね。あ、今日30分です。今日30分で終わらせましょう。なぜならこの後がネタを書いて今日やるネタを今から、あと数時間後出番8時頃なんで。ああ、そうなんだ。じゃあまあまあまあ8時までに。まだ4時間ありがたい、30分だとすってあげられるから。そうだね。ああ、なるほどね。あの、アップロード。最近さ、アップロードがね、そう、川上さんに頼んでなくてさ、日曜日に撮って。えのんさん？え？えのんさん？えのんさん。編集を。何でもやってる。何でもやってるから。9億も。その3つ才能が。サヤさんもね。サヤさんもね、ライさんもやってる。なんで9億なんだよ。川上さんとか。ともこさんのマネージャーさんとか、うん、たまに説明しとかないと。そっか、そうだ、誰だたまに、なんか要所要所で、うん、そうだね、洗い直しとかないと思う。誰ってなるよ。みんな上田は多分知ってるけど。え、みんな上田は知ってるけど。いやいや、この間やったから。上田はみんな知っちゃった。知らなくていいし、上田は。安西さんとかは、ね、知ってても。ちょうどあの、そうなの、地元の動画で回しやってたね。ああ、そうだ、そうだ、YouTube でも喋ってるわ、確かに。ちょこちょこ、ちょこちょこ喋ってる。そうだ、そうだ。あと、だからあれですよ。ダウド級が延長して、
そうです、はい、あそうだ4まで、ま、最後のまだ見れる、まだ見れる3日ぐらい前日か、うん、もありますし、うん、やっぱ最近の印象的な出来事としては俺は、うん、取材多いじゃん最近、うん、そうですね、まあ、その中でさ俺がさついにさその言ったわけ、ちょっとその他後輩に無地の服あげるのやめてくれ。ついにね。したじゃん。うん、それでさ、なんか結構盛り上がったじゃん。盛り上がった。そんな取材じゃないのに一番その話。あれ楽しかった。その、俺知らなかった。説明しますとね、その、なんかね、ある時期を境に、そもだな、後輩に服をあげ出したんですよ。で、俺は、服をあげるのはいいんだけど、無地のパーカーとかあげるのね。なんかあげるもんじゃねえじゃん、その、うん、ヒートテックみたいなもんだから、うん、無地のパーカーって、うん、超高いやつとかなら分かるでしょ、ブランドも一番超えてて、うん、ちょっと素材いいけどちょっと違うやつだからあげるとかはなんか全然分かるけど、うん、まあ、無印だったりとかするわけじゃないですか、うん、GU だったりとか、うん、それは別にもう勝手に買えと、うん、でこれはその他だけの問題じゃなくて二人も、もらったら着るから着るもんね、着るもんないから足んなくなっちゃう、その収録の日に無地が3人いたりするとこれはもうよくない、しかもその8人いて喋れる、もらえてたらほとんど喋んないんだから収録でもせめてなんか服装でちょっと目立ったりとかはしてた方がいいと思うの、その差別化を図る意味でも目立たなくてもいいけど他とは違う方がいいじゃん絶対、その辺ももう考えずにノーモーションでもらった服着てるからどうなんだっていう話をして、お前らもな、そのくださいください言うなって、うん、そうね、言ったわけ、俺が言ったら、そしたらいやちょっと待ってくださいくれなんて一言も言ってくれないおやおやおやおかしいな、おかしい、じゃあちょっと話変わってくるなと思って、うんうん、まあ、もらったらまあ着なきゃなとも思うだろうし、うん、なんかね一回も着ないのもちょっと変な空気になっちゃうからとか思ったら、なんか一回も言ってないでしょ、行ってないです。初めて服もらったのが何だっけ、初めてもらった服は、うん、ソナさん家に泊まりに行った時に、うん、ソナさんがなんかその日の準備で急にパンツバッて開けて、うん、服をバッ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 って出して、うん、それ一番奥から出てきたズボンをはいって渡してもらったみたいな、はい、その時はなんて言うの、ユータえあ、え、いいんすかみたいな、あー、いいですよ、でも最初は喜んでたはず、うん、まあその最初の1回は本当になんもない時、なんかあれだね、ご近所さんみたいお隣さんがさ作りすぎちゃったからどうぞってさ、うん、うわーってそのイベント自体に喜ぶじゃん、なんか、うん、本当にこういうのあるんだってなるじゃん、うん、喜ぶと思ってさ、もう毎回毎回みたいなご近所トラブル俺聞いたことあるんだよ、トラブル、よかれと思ってよね、そうそうそう、一番最初が喜んでもらったから、ね、そうで容器返さなきゃいけないからさ、食べたりとかしなきゃいけない、どんどん溜まっていった、お返しとかも考えないといけなかったりしね、で一回捨てちゃったのそれを、でそしたら生ゴミ見られてる、違う、ゆうたさんのゴミ漁って、よく遊びに行ったもんね、ドロドロのパーカーやめてよ、肉じゃがに飲み入れたあげたのに、肉じゃがももらってない肉じゃがももらってない、それは何だまだ着れるよ、それこそもらった時期が稽古期間中だったから、うん、毎日会ってた期間だったから4日間ぐらいその着ずに行ったら、うん、その全然本当着ないんだったらリュウとかにあげてね、でも、ちょっと待って、それはやだ、めっちゃ気にしてる、初めて聞いた、これは初めて聞いた、あの時いなかった、ちょっとこれはいや、そうだし、なんだなんなら一回あげた服持って帰ったことあるわ、えユウタのタンス開けてやっぱ着ないかって怖いんだけど、やっぱりユウタさんなんだと思った、自己判決しすぎる、それユウタどう見てんの、いや、まあ、確かに着てなかったから、うん、持って帰って、あ、着てなかったしね、着てなかったし、いらなかったから、あまりにもそのいらなかったから、いらなかったから収納に入れてそれを見て、それ持って帰ったんだ、持って帰りました、ちょっとやばいね、でもそれはさ、なんか着ないのあげちゃったなっていう申し訳なさなんでしょ、だからもう最初はもちろん、うん、その捨てるのもったいないから、うん、そうね、めっちゃ言うんだよ、それはずっと言ってる、だからもうあげるっていう、だからその捨てるのは、うん、
そう捨てるなら捨ててって言えば、まあ、押し付けてるようなもんなんだけど、そう、ね、それあげてんだけど、やっぱその着てなくて干されてるのを見た時に、うん、あ、これすごい申し訳ないことしたんだなって思って、うん、そこはなんか、なんか園田の気持ちは分かるんだけど、あ、うん、げたならあげきらないと、うん、一番怖い、その一番怖くて、あげるより怖い、そう返す、ね、持って帰るって何、自分がさ、女の子にさ、服あげて、その子がそれ着てなくても絶対持ち帰らないよ、持ち帰らないよ、置き換えてないってこと、同じこと、同じこと、ただ傷つけるって、服あげてさ、使ってないやつとかもあったりしたら、じゃあ持って帰るよ、みたいな感じ、なんかそんなやついたけどな、お前何怖がって、おい、お前何怖がってんだよ、同じ、同じだろ、私は借りた、怒られた、え、借りたんだ、借りた、私はもらったんだ、でも結局他のあげてもう持ってるじゃん、結果としてね、おかしいよ、おかしいよって言って持って帰る、まあでもちょっとそれちょっとやばい ね、新たな、あげたらもうほっといてほしい、もうそこで放棄してるじゃん、だって自分が捨てることができないからあげたんだったら、まだ園田さんのものだと思ってるのか、そう、あ、ちょっとなんかあげたのに、それもあるな、確かに、うん、どっちよってなっちゃう、ゆうたはどう思うの、ゆうたの意見だけ聞かせてほしい、話がいや、だからその服に関しては本当に園田さんの服だなってイメージが僕の中であったんですよ、あ、園田がもう結構着てるの見てたの、あ、今更俺が履いてったらみたいな、ね、そう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 、さすがに言われちゃうなみたいな、だから、まあ、もらって嬉しかった、そのくれるのだけ嬉しかったけど、うん、これ着てもやっぱ園田さんの服だなって思っちゃったから、うん、イベントが嬉しいっていうのは分かるもんね、そうそうそう、そんなことあるんだっていうね、そうです、俺が持って帰ったことに関してはどう思う？聞いた？聞いた？正直どう思った？確かに、いや、なんか正直で言う、別に正直ですか、うん、正直、いやでも着ないから、うん、まあいいかって思いました、うん、なるほどね、じゃあもういらなかった着ないからいいかはだっておかしいもん、まあ、そうか、やっぱりやっぱりこの服は園田さんの服だなって思って、うん、じゃあでもゆうたも悪い、それはだっていらないですって言えばよかった、まあ、そうか、うん、ゆうたが悪いな。でもその、たぶんそう、あさったとき、なんかちょっとさ、もういらない服あるんだけどさ、よかったらいるみたいなことは言ったの。言わずになんか、ふんみたいな感じだった、ゆうたの感じだった。あーあー。カンタ。カンタだよ、だから。カンタ、カンタ。すげえ、思ってた。え、違うんだけど、あんたカンタじゃん、は言ってよ、そうよ。だからもうカンタだよ、カンタだ。カンタ、カンタじゃん。まあでも涼也に服あげてたの最初にね、それで涼也が着てるのを見てよ嬉しかったから、うん、そのちょっと波には乗ってたかもしれない、なんか笑うセールスマンみたいな最初の個人の喜びからどんどんなんか良くない方にエスカレートしてっちゃって俺にドーンって言われたっていう、まあ、でも絶対これ着ないって自分でも分かってるのに渡してるのは絶対ありましたよね、あ、だってあ、そっちが着ないのにってことか、そう、あ、まあでもだって捨てようとしてるものであるから、あ、そのなんか結構もう品質がもう著しく悪化してるパーカーみたいなのとかも、わ、そうなの、あら、別にシミ取れないシミとかがついてる、たまになんかズボンに汚れついてて、あ、園田さんがもう上げた時についたシミなのか、りょうやくんがつけたシミなのかで言い争いをしてた、してた、してた、なんかりょうやだからありえちゃうんだよね、そうそうそう、でもりょうやくんはもらった時からついてたってめっちゃ言ってるんだけど、あるあるでもどうついたから上げたっていう説もあるんじゃないかと、そう、なんかほぼ裸みたいな感じだったから、何やってもいいかなと思って、いや、ハードルが下がった、まあ、夜やわな、まあ、まあ、それ普通にシャワー浴びてそれで拭いたりしてたし、服としてはもう作らないですよ、服としてもう、もうあげないよ、誰にも、もう捨てない、捨てない、ん、捨てない、捨てれるようになるから、それをちょっと一応捨てるけど取っておく。まあそうなっちゃうな。まさに。まさに。まさに一応捨てるけど取っておく。売りに行くわ今度から。
うん、あ、それでもいいんじゃない。2キロぐらい抱えてさ、100円玉もらって帰ったらいいんじゃない。そんなもんだよな、でもグラムグラムだろだったんだもん。あー、なんかそっか、言うよね。特に無地のやつとかになるとね、ブランドじゃないとね。どうしよう、もう無地の譲渡禁止、無地譲渡禁止条例、無地譲渡初めてここにルールを作ります。うわー、頑張りなかったのに。ほんと自由にしてでも構わないですが、ね、え、嬉しい。そのルール、無地の譲渡だけ禁止します。カン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 、俺一人が暴れすぎたせいで無地法ができていく。一回争いが起きないとね。確かに大必要な争いだった、ね。うん、ありがとう。無地着用禁止はどうしますか。いや、いける、いける。無地着用禁止はどうよ。あなたたちが困る。俺でももうあんまり着てない気がする最近。でも無地ってむずくない。だって言っちゃえばさ、これも無地ではあるじゃん。確かに。そのデザインがあるから。いや、これ全然いいよ。それだってさ、もう分かるじゃん。こういうこと、のっぺってこと、何もない。無地ってこれってこと、うん、これちょっとずるいよな、やっぱり。これちょっとダメだね、ちょっとグレー。まあ、水色ってワインの個性がある分、ハイネックは多いっすよ。確かに水色ライン、だから白黒、白黒ハイネック、白黒グレーの無地禁止条例。これは許される。それは、まあ、でもそれあれだったらパーカーになっちゃうね。パーカー上になんか羽織ればいけない。これ単体がダメだ。蛍光パーは何でもいいよね。あ、おしゃれ持ちで持ってる。今日ライブの日とか、あー、なるほど。お客さん前出るときとか、そうだね、うん、うん、だ、あの雑誌の取材でちょっとあの撮影あるのカメラは、うんうん、確かに、もう無地禁止します。禁止します。本当に困らない、これ大丈夫。でもだいぶ服増えたじゃない。量や無地なくない。自分で買ったり、あんまり見ない。最近買ったやつがあって、自分で。あら、すごい、ルーク服を買った。これ無地だな。あ、でもシャツは無地じゃない。シャツはしょうがないんじゃない。色がいい、色がこれはいいんだ。綺麗なことだよ。くっちゃくちゃやけど、買ったばっかりだから。買ったばっかりだからくっちゃくちゃなんですよ。着れなくなるのがやる。あー、そういうこと。ルタさんも気持ち無地がダメっていうかは、そのほんと無個性がダメってこと、うん、あ、そう、それを言いたい。確かに無地も極めればってことか。うん、まあ、だからトータル見てね、かっこよかったら別にいいですよ、うん、それは。何もそのこだわりとかがない無個性がダメよっていう。雑無地禁止条例が出ました。うん、雑の範囲をみんなで考えていきましょう。俺らの1個目の条例は雑無地禁止条例が出ました。1個目のくせに。あ、俺この間白いセーター買ったな。あ、なんかセーターやってきてる。セーターからズボンで雑じゃないことを説明して。なるほどね。セーターはじゃあ無地じゃないやついっぱい買うから、うん、あの白の存在を許してほしい。それならいい。そう、そればっか着てこない。じゃあ、ああ、そうだ、それが、それも大事だよね。それが大事だね。ね、あと撮影の時とかは、うん、無地の方がいいのかなって思う。あの、ね、雑誌の時は、ああ、ね、そう、あ、そうよりはいいのかなって思う。文字にロゴに意味があったりするとね。確かにね。ファックとか書いてある着てきちゃうからさ。日にちだけ考えてもらえる。スモーキングキル、スモーキングキル、私たち大好きスモーキングキル。それが旋律した。吸ってるしな。それがいいんだよね。そういうことだよね。そうそう、うん、かっこいい、うん、じゃあそれでいきましょう。はい、無地無地。女子はもう大丈夫でしょうか。女子は大丈夫、まあ、雑ではないね。そう、褒められるもん、取材の時着たいものを着て。これでなんかさ、男子がさ、無地じゃんとか言ってさ、引っ叩いてね。無地なだけで対抗してくる。トータルだから。あとは、なんか話したいことありました、今日。あ、じゃあ、一個だけ俺もその気にしてること、うん、あるんだけど、いいよ。その、いや、蓮見がどう思ってるかだけど、蓮見がクソ忙しい時にみんな目の前でポケモンやってかわいそうじゃないっていう。目の前でやってる？リュウヤとか。あ、電車とかでってこと？そう。あ、電車で。電車。全然いいよ。まあいい。もう諦めてるし。てか電車はいっちゃう。うん。空き時間とかでやってるイメージ。リュウヤがすっごいそのさ、空き時間ができた瞬間さ、俺の取材とかもさ、うん、そう、こっちこっちでさ、2組に分かれて、8時間か、すぐポケモンやってるからさ、
その持ってくればよかったなっていう、その好きあらばやってるから、確かにね、うん、まあまあまあ気使えってことですか、やんない方がいい、もう持ってくればよかったなって言ってる、うん、だからその今やりたい側なんですか、あの時はあすみさんは違うグループで、あれ別に待ち時間じゃね、うん、そう男の子と私しかいなかったから、うん、ポケモンってこと、その俺がやりたがってるポケモンってこと、そうそうそう、あすみが気にしてないならガンガンやろうと思う、あ、持って、俺も持ってこよう、ちょっと気を使っちゃってたから、そういう意味で持ってきてなかったんだ、だったら俺同性の方がやりたいけどね、同性同性だからポケモンなんか別どうでも気使えよ、俺が忙しい時に同性してる、同性してる、どうするどうする、悔しい、そっちの方がどうするよ、俺ポケモンと同性だったら同性の方がしたい、ポケモンと恋愛だったら恋愛の方がしたいじゃん、あすみさんが嫌ならやめるみたいな、あれあれあれ確かにやばい、そんなつもりじゃなかったのにこれを機に同性解消やば、大きな話になるなんて言ったらいいんだろう、なんかすみが嫌がってるからお互いしっかり帰ろう、見た距離やばー楽しむのが終わるの、人生まであいつと付き合ったらって言われるよ多分ああどっちが大事なのに、ね、確かに、それは大変、嫌なことは別にもうないない、最初はなんか普通にその少年としての心でその、うん、いいな遊べてみたいなのはちょっとあったけど、でも、もう別に仕事、うん、仕事しなきゃっていうことですから、一個だけでもあの別にそのいいなって思ったの、あの鳥の内みんなで行ってたの羨ましかったの、あ、いや俺結構鳥の内好きで、うん、あのいいよね、あ今年こことこことここかってなったらなかったもん、あの吉祥寺とか、うんうん、武蔵関とかの方が高校近かったからよく行ってたんだけど、ちょうどダメだったの3回分、あ、そうなんだ、なくてそしたらみんなちょうど行ってたから、そうそうそう、ね、5人でツラでなんかあんま集まりの、あそう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 、鷲見さんがちょうどいなかった日の集まりがあって、ああ、そうかそうか、その流れでそうだそうだ、レッスンの後レッスンマネージャーさんがなんかね去年私たちに買ってくれてたらしくて、ダウンのやつ、お祈りさん、そうそう、まあ、そうそう、それをどこにあったのそれ、あ、お家に置いてるんだって、あ、買ってくれてんだ、で、なんかね、大きいの買うんだよね、鳥の市はもう一個、そう、ちょっと去年より大きいのにする、そう、ランク同じか一個上ぐらいに下げちゃいけないみたいな、でも1個上は買うけどね、結構まあ大体はね、どんどん高くなっちゃう、それはどうせんならじゃあみんなでダウのね、名前を入れてもらおう、いくらぐらいの、いくらだったか、あれは5000円ぐらいか、あ、じゃあまだまだ大きくできる、そうですね、結構最初に張り切って3万のとか買っちゃうとさ、あ、そうなんだ、何十万のとか、おばあちゃんいつも買ってきて、あ、そうなんだ、なんとなくぼんやり覚えてるんだけど、そうだよね、こんなでかいのいらないよっつって普通にしたのかっつって、相場があんな分かんないじゃないですか、だから知らなくてレナと二人で、ね、あれいくらだと思うみたいな、結構ちょっと大きめのやつでも何十万するから、そうそうそう、上の上のやつやばいじゃないよね、うん、楽しかったな、楽しかったね、あれはね、あんなんはさちっちゃいのを上にした方が絶対陳列楽なのにさ、上に大きいのやってるってとこがやっぱいい気だよね。だから好きなのよ鳥の位置。楽しかった。これやったね。やった。やったね、どこの？新宿？新宿の、うん、あ帰り道だ。じゃあ大きいね。めっちゃその名前を書くときに融合サインダウ9万、株式会社の融合サインダウ9万って書いてもらって、これを融合サインでダウ9万で、あ、わかりました。おじちゃんがやっぱ読めなくて。おじちゃんとお姉さんでずっと確認して。英語カタカナ。そう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 。あ、でも会社の方は漢字表記。あ、でも融合サインの方なんで英語で融合サイン、あ、そうか、カブダウの方は買ってないのじゃん、あ、そう、マネージャーさんのお家に飾るやつで買ってくれてるから融合サイン分を買ったってこと、あ、そう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 、あ、じゃあ買わないとじゃん俺らも、あ、そうそう、でも株式会社ダウ9万の方はまだ買ってないってことですか、カブダウってまだやってる、いや、もう今年はないね、あ、じゃあ来年だね。来年買おう。来年までにだからなんか傾向みたいなとこ持ってたらいい。あね。ああ。そうだね。今年はそれ切れ頑張ろう。そう。したらまず1000円のから買おう。いや本当にそう。1000円もあるんだ。長く長く。ちっちゃい。あったかな1000円のな。ある全然ある全然ある。あ、新宿にないかもしれないけど。そう。でも全然あるよちっちゃいの。確かに場所作るの多分園田さん地域になるよね。やばい。そうだね。でも大事に保管してもらわないとだから。去年の返すんだっけ？あ、なんか見た、そうだった。燃やさないのか。返納みたいな。返納がどうのこうのみたいな言ってた。そう、本に行って返すって言ってた。うん、正月にね、だるま燃やしたりするじゃん。あ、そう。あれじゃないんだ。守りとかね、うん。返すみたいだね。うん。
ちゃんとお祭りやってんだね、もうね。あ、めちゃくちゃやってた。結構ちゃんと人もいたし。いや、やった方がいいよ。祭り。なんか通ったけどさ、久々のお祭りの匂いというか。うん、焼きとろこしの匂いな。ああ、なんかある。香ばしい。焦げた匂い。あの香りさよね。あの匂いがする。最高よ。いいよな。お祭りする？する？開催？俺作るってこと。みんなでお祭りしたい。あれみんなする行くんじゃなくて、するいいいいいい一人でするよ。一人でお祭りするの。行きたいけど、みんなでしたかったなと思って、みんなで行きたかったなと思って。みんなで行きたいわ。いい大晦日とかってちょっとやってるよね。まあお祭りまで行かないけど、屋台は出ちゃう。あの初詣、そっか、屋台はちょこちょこ出るよね。あ、確かに。みんなで。おみそかはやだな。え、なんか寂しい。いや寒いよ。夏祭りがすごい合理的だから。ああ、夏祭り全然行ってないもんな。暑い。夏祭りはさすがに無理だったね。今年はそうね。うん、うん、夏はもうか。お祭りそうか、全然行ってないな。うちの地元の池上ででっかいお祭り、すごい歴史的な。あ、まあ、言ってたね、大きいお祭りあるって。何を祭ってるかわからない。そうだそうだ。あのおこしめでさ、うん、ああ、どうだった？オールナイトでやったの、うん、そうですね。荻野さんが持ってきたなんかトークテーマみたいなんで、うん、あの寅さん神社ってわかる？寅さん、寅さん柴又の、の、あの、うん、あ、いたことある。寅さんが、うん、タバコやめ、渥美清がタバコやめるっつって、あれ、花園じゃないんだっけ、違うんだっけ、いや違う、うん、寅さん神社だって、はいはいはい、願掛けね、で、うん、言ったらマネージャーから連絡来て寅さん決まったみたいな神社だから、うん、えぇ、ー、それなんかやめるんでこれお願い、売れたいですみたいなことを言うとっていうのを、あの荻野さんと喋ってて、うんうんうん、なんならやめれますかって言うので、わぁ、いいトークテーマ、俺今ファンザやめてんの。ファンザやめて、ファンザそれならやめて、1年ファンザやめる、合ってるかな、すごいわ、え、そんなフェミニストのこと知らなかった。いや、だからもうそのチェーンソーマンのあの悪魔のルールと同じでさ、怖けりゃ怖いほど、ね、抑えられてる抑えられてる強いみたいなことで、そういうこと、その日常に馴染んでれば馴染んでるほど売れるってことだから、俺はファンザってね。我々からしたらどんぐらいすごいことなのか分からんけど、すごいことなんだね。水水水パンザは水、パンザ衣食住の中に、いや、漫画とかばっかりだ。そうだよ、もう漫画で、うん、あ、漫画とか知らない感じ。でもファンザで買ってたから、漫画も。じゃあでかいな、バイタル変えればいいじゃない。クソな、ファンザ知らないわ。全然わかんない。いや、いいわ、いいわ。とても大事なものを禁止することになったんだって。ファンザが大事。ファンザ以外で買うってなると、わかんないね。おい、抜け道探すなよ。確かに、ファンザやめたのに、また見つけちゃったの。何も別にね、YouTube とか。あ、ちょっと、あれか。高校生の文化祭の映像とか別に見ていいわけでしょ。そっちこっちかじゃない。こっちかではない。あるね。いやらしい人がヨガするやつとか。まっすぐスケベだな、お前。文化祭はやばいだろ。文化祭ちょっと。それと同じでさ、マジで高校生ぐらいまでさ、その ABC マート以外で靴ってどうやって買ってんのって思ったみんな。どれと同じ？どれと同じ？同じのを見つけるのが面白いよ。違うよ、今何やめるかの話をさ、みんなでしようとしてるのにさ、なんでファンザと同じものの話しちゃうの？トーク下手すぎるだろ、お前。何ならやめれる？何やめます？でもね、あれから好きなもんじゃないとね、ね、その分帰ってくるって考えると、渥美清にとってのタバコだからね、あ、ぐらいの結構なことだ。おぎやさんら、炭酸、すごいな。炭酸でも割と余裕かも。炭酸、あ、でもお酒もってこと。お酒もだよ。そうだよ。うわぁ、日本酒で、うわぁ、ソーダがダメなのね、もうすごいね。わぁ、そりゃそう。ケミさんはラーメン、うわぁ、男の子のラーメンきついんだろう。ラーメンつくめ油そば、あ、もう、うわ、もうやん、パスタだね、あとは無理だ、パスタをラーメンで食べるしか
なんだろうね、なんかでも私のお母さんが多分そこ一回多分昔行って、うん、コロッケを一年間食べました大好きだったのかコロッケ代が浮くだけだろ1年間のコロッケ代が浮くだけだよ、コロッケ好きなんですねコロッケはすごい好きよってじゃあまあでかいもんなんだ、そうなんだ、したらすごいでかいコロッケはそうよ、うん、ママにとってのコロッケ、渥美清にとってのタバコ、蓮見さんにとってのファン、なんか一緒一緒、コロッケ強いな、なんだろう、まあ、どれぐらい売れたいかにもよるし、別にそんな売れたくないならそんな売れなくていいし、ね、1年間でしょ、1年間、一応なんか俺らは1年間っていうルールにしたけど、一生の渥美清はタバコをやめたから1年間YouTuber とかも企画で1年間何々経つとかよくやるけどさ、私はすごいなって思う、カフェラテ、めっちゃ飲んでる、結構飲んでるじゃん、毎日飲んでるぐらい、それくらいかな、でも毎日何かを続けて、そっか、日常に馴染んでるもの、確かに、荻野さんがあの加納さんに聞いた話だこれ、うんうんうん、で加納さんはコーヒーやめたんで、あ、やっぱそう、そっか、加納さんこんなコーヒー飲んでた、パジャマかな、パジャマ、いや、パジャマ、パジャマ一面やる、裸になるってこと、全裸、 おでこで一回呼んであげるよパジャマ一面やるパジャマイコール、じゃあパジャマ着た方がいい1年で頑張った方がいいわ体調同棲、同棲は1年で同棲に溶け込んでるよ、どうだ絶対、うん、私絶対嫌だけど、うん、カラコン、ああ女の子っぽい、絶対嫌だカラコンない状態で売れちゃうよでもそのいやそういうことになるね、自分が満足してない状態でさ、うん、そうなんですよ、まあでもお金は貯まるよね、そうだよ、ね、それはそれはずるいずるいそれコロッケリオンだからいやカラコンはしんどいな、でもそれくらいだよ、ね、いやよ、俺はもうタバコやめたから、それにしちゃい、今健康でもこれも売れるためにやめたみたいな感じ、まあな、うん、健康とかそうだし、タバコとかずるくない、なんかさ、あ別にそのもともとやってますあるさ、めちゃくちゃしんどいよ、でもまあね、それはやってる、家庭はきついよね、しょうがないよ、うん、始めちゃってんだから、うん、酒とか、じゃあ先に始めてやめるっていうの、だから渥美清にバレないようになんかタバコ吸ってフリだけして、あのタバコはやめますね。やめるために始める。見抜かれて、それは見抜かれて。あ、ダメか。そんなに大事なものじゃないよねって。ああ。5円ぐらいあげる。ちょっとだけもいい。お酒お酒。いやお酒。カフェラテお酒だったらどっちがきつい？あでも同じぐらい。余裕でカフェラテの方がきついから。ああまあ毎日。カフェイン症候群になって。多分大丈夫、やめなよ、じゃあやめなよ、やめなよ、タバコ飲まなかったら頭ガンガンしちゃうんだよ、あ、やばい、飲まないとなの、私思ったの、美容院行くの1年やめる、いや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 きつい、一番きついそういうことじゃないよ、美容院はもうすぐ行きたくなっちゃうから結構な頻度で行ってるもんね、そう2ヶ月に1回我慢したら美容院症候群、美容院はすぐ行きたくなった、セルフで切るのは OK みたいなこと、いやでも美容院に行きたいんだよ私、行くのが好きで、あ、まあ分かるよ、じゃあどうすんの、髪は普通に1年間伸ばしっぱなし、え、セルフで切んない、拷問じゃん、切ったらいいじゃない自分で自分でもうそれもダメじゃん、そんなことしたらさ、いけるそれはいいよ、美容院は勝つってそういうことだから、ああそっか、うん、じゃあスキルを身につけてから、散髪をやめるとか、それはだってそうそうそう美容院ではないかなって、あ髪は切っていいからね、そうだから美容室に行くのを禁止にするわけじゃん、あしたら、でも絶対嫌だけどね、せいぜいさ、でもせいぜい1ヶ月半に1回とかじゃん、その確かに絶対嫌だけどねのこといくら言われてもそうじゃない絶対でも嫌なことをあれして、今じゃあ飯食わないとか言えばいいじゃん確かにそれは願掛けに使える最低限のものを教えてって言ってんの、じゃあ服か、いや最初それだろうなって思った、靴な、ね、服買う、いや無理でしょ靴な、でもだから超きつい、買ってた方が売れそうだしそうなんだろうな、お寿司とかになっちゃうけど、あでもじゃあそんな、まあまあおもろいそうだから8人で寿司食い行こうって私あの寿司食べてるんですよ、茶碗蒸しだけ、茶碗蒸しだけ
か、きつすぎる。お寿司ちょうどいいかもな。週に1回は行きたい。嫌だ。私も絶対嫌だ。無理。嫌だに入る。でも回転寿司売れなくていい。でも食はちょっと確かにそのくらい。褒美取られちゃう。食さだるいんだよね。多分忘れるじゃん。そうね、で、パッて食べようってなった時に。ああ、トラさんにあげちゃったよ。そうね、トラさん。いや、ゆうた？でもマジでずっと考えてたんですけど、マジでそのラーメンとかしか。もう、でも、結構でかいよ、ラーメン。結構でかいです。一人暮らしでさ、カップラーメンも食えるんだよ。うん。めっちゃめんどくさいよ。ラーメンってそこ、広い。家系ラーメンが大好きだから。そうだね、しんどいな、それは。結構。家系ラーメンにするじゃん。ちょっと限定。あ、でもしたらおでこに呼んであげるよ。同じなんだ。一緒なんだ。パジャマとラーメン一緒なんだ。家系だけだったら別にさ。ちょっとね、確かに。パジャマ立つって何？一応。やだろ、デニムとかで寝るの。部屋着で寝る。深すぎるの着ていいわけだろ。それまでパジャマ。って思ってんの。うん。で何で寝るの？デニムとかで寝るのやだろ。パジャマの範囲が広いんだよ。広く取ったパジャマだ。そうそうそう。あ、じゃあおでこに2回呼んだり。分かられた。たまちゃんは？私はセーラームーン関連全部。ああ。アニメもだし、曲もだし、グッズもだし、だから今ちょうどやってる展示会もだし。たまちゃん今もう出るコラボグッズ全部買ってるから。なるほどね。行った次の日すごいつけてるもんね。それはあれじゃ、今持ってるの全部捨てる。当たり前じゃん、当たり前じゃん。通りつけてくる。これから増やさないのはダメだ。言っちゃったね。聞いてるよ、トラさん。もう取られたしな。わけを聞こうじゃないか。トラさん、でもじゃあ服全部捨てるってこと？裸になっちゃう。ちょっと怖いよ。裸になっちゃうから。服を買うことをやめるだから、これは。これから。セーラームーンをやめるは、もう今持ってるものをやめなきゃいけない。じゃあセーラームーンのグッズってなったら、でもちょっと狭まっちゃう。マジで、マジで意味ない。節約してるだけってなっちゃう。おでこね、一回も呼ばれないか。1年間セーラームーンのグッズ買わないしな、その好きじゃない人たちは別に。そうね。じゃあボーカロイドを聴かない。あ、曲？ボカロ立ち。ボカロ立ち。いやー、ちょっとみんなに苦しさが伝わんないな。なんかそれくらい大変だと思う。私はもう中学の時から一日ずっと聴いてきてるジャンルだからな。中学ボカロイドは弱いので。炭酸とかね。炭酸はちょっとすごいな。お酒もってなっちゃうと。あ、それなんだったっけ。ファンタ。ちょっと待って、マジですごいわ。マジですごい。マジやっぱ、なんかそういうことだよね。かっこいいな。そうそうそう。かっこいいなって思う。かっこよくないよ。一周回って、もう一回聞いたけど。一生懸命。知らないよ、俺が1年後バカ売れしてても。逆にそれが理由でさ、ファンザやめたらあんだけ売れるんだ。売れたことになっていい。全然。あ、本当にやめてるんですか？うん、もうやめてるよ。やめるとしたらさ、本当にやめてる。もう今やめてる。俺ら3人は次1年、次の年末のおこしめまでやめるっていう。お前にとかじゃないんだ。あ、行く行く、年明けに。ケビンとラーメン食べれない。食べれないよ。だから逆に誘っちゃう。見張っといて。ね。ラーメン食って行きましょうよ。ご飯食べ行きましょう。根っからさ、ハスミのことをさ認めなかったささくらさんのファンがさ認めるんじゃない、ハスミのこと。ファンザやめたら。だ誰それ。さくらまなさんのってこと。ファン？そんな人。そんな人いない。知らない。根っから認め。何言ってる。みんなの共通でいなかった。応援してくれてんじゃない。むしろだって見た方がいいんじゃない、それは。確かに。あ、そうね。あとマジでさくらさんはそういう人いないから。あれ？面白い。どうしたの？ね、じゃあ、おのおの、全員じゃあ、え？水をやめてもらって。あ、やばい。ちょっと無理。生命に関して。ちょっと無理かもしれない。無理だ。え、違う、違う。お茶ならいいよみたいなことを言うのかと思ったの。あ、じゃあもう水を、無理無理、水1日2リットル飲む。だからさ、無理無理無理。お前が5年だって、お前が無理でしょ。
感じですかね、今週は。はい、はい、じゃあ嘘告知最後、じゃありょうや、この度すごい人と YouTube のコラボが、YouTube 一人でやってたんだけど、いや僕やってないんですけど、みんなで、あら、しようよということで、やってくれたんだ、やってくれました、わありがとう、りょうやの架け橋、ちょっとヒント出していくんで、おー、当てっぱい、やってもらえたらいい、はい、まずもうものすごい権力者、そう、偉い人です、はい、頭もいいし、うん、背も高かったんじゃないかな、背も高い、うん、で2つ目ちょっとこれ良くないところなんですけど、3つ目だったよ、まあ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 、2つ目があのネタバレをすごいしちゃう、結構その それをそういう映画とかを今から見る人に対してその映画の内容を全部言っちゃうとか、じゃそういう人、そんな嫌だな、ちょっと誰の評判だったで、3つ目がポーズを間違っちゃうあまあ、まだいっぱいいる、まだいっぱいいる、どんなポーズかとかもあるしね、うんうんうん、4つ目が、うん、金メダルを感じた、やったー会えるんですか決まりました、えぇ、ー、ね、オファーがかかった、正しい指ハート教えてみた、そう、教えてたけしさんの映画名古屋で公開した時に、うん、見る観客の前に全部ネタバレを言っちゃう、それ知らなかったエピソードが有名ですから、すごい方だね、すごいな、本当に、楽しみですね、楽しみだろう、YouTube、みんなで、わ、俺までもコラボ今えあるんですよ、そのちょうど決まったんですけども、いいヒント出しちゃって、何ごめん、厨房が汚いのバラしたんですよ、もう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 分かるわ、厨房チェックしてみた、厨房チェックしてみた、意識ダメくじないし、言うかもね、猫がいて、猫がいて家のキッチンで猫飼ってみたじゃあいいだろう、ありがとうございます。